ーステーションにお送りしていますアフターシックスジャンクション、今夜は歌丸さんがお休みということで代打パーソナリティクレバさんとお送りしております。はい、クレバです。よろしくお願いします。お願いします。さてここでもう一曲クレバさんの曲聞きたいと思うんですが、ぜひということで番組構成作家古川さんにも入っていただいております。はい、番組構成作家古川です。もともとヒップホップのライターもしていたということもあって、今日クレバさんをお迎えするのであれば、この曲に関してはちょっと絶対に聞かないといけないと思っていたことがありまして、これからおかけする曲は、まあ、先に言ってしまうと、はい、オジロザウルスのプレイヤーズプレイヤー、うん、チャリングクレバという曲なんですけども、はい、これが、7月4日ですかねに、配信というか YouTube 5日か、うん、YouTube でもまずねあのビデオも出て、うん、大騒ぎになったんですよ、うん、僕と周りでも、うん、でとにかくすごい曲ができたと、はい、でまず率直にこの曲は、うん、どういう気持ちでクレバ君は作られたんですか？気持ちで言うと、うん、そのマッチョ、まあ、オジロザウルスマッチョっていうラッパーなんですけど、曲やろうって言われた瞬間に、まあ、そのくらい話題になるとか、うん、ここを10年くらいでもう一番話題になるような曲になるだろうなとか、うんうんうん、なんかこういろんなことが一瞬でこう見えて、うんうん、やらなきゃいけないなっていう気持ちと、うん、まあまあちょっと実際やって話した。あ、話したんですか？あ、はい、もちろん話して、うんうん、で、そこで、や、これはますます、しっかりかまさなきゃいけないなっていうのを感じましたね。うん、うん。うん、まあ、クレバ君とマッチョ君の間に、まあどういうストーリーがあったかっていうのは、ちょっとここで僕が説明するのもあれなんで、皆さん各自いろいろ調べていただきたいんですが、はい。なんだろうな、今ラップのバトルって言った時に、今なんかパッと聞いて皆さん想像するのは、いわゆる MC バトルというか、そうですね、ああいうこう、1分間とか何小節かっていうので、こう、即興でフリースタイルで戦い合うっていうイメージがあると思うんですけど、そうじゃない形でのラップのバトルっていうのもやっぱりあるわけですよね。あ、はい、うん、で、うん、この曲は僕はまさに2人が楽曲上同じ曲なんですけども、明らかに僕はバトルを し合っているし、うん、そして高め合ってるとも思ったんですね、うん、これは実際の録音はどういう風な順序で進んでいったんですか？マッチョが先に撮ってバース送ってきて、で結構このいついつまでに送りますっていう期日よりはだいぶ遅れてやってできたんですね。だから相当時間かけてたんだろうなっていうのは思いました。うんうんうん、それで聞いて思ったのは、そのセルフボースティングって言えばいいんですか。自分が一番である的なラップでいうところのセルフボースティングと、うん、あとその、こう、二人の関係性のことを歌ってるバランスが、すごくいいなと思ったんですよ。はい、なんか、シンプルな、すいませんでしたみたいな、そういうことでもないし、うん。うん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 、だからそこは自分もしっかりかまさなきゃいけないなっていうのは感じましたね。うんうん、で、プレイヤーズプレイヤーっていう言葉があって、まあ、いろんな捉え方があるかもしれないですけど、僕的に言うと、まあ、サッカー用語でプレイヤーズプレイヤーって言ったら、あの、MVP っていうのは、世間一般が決める、この人がベストだっていう感じ。うん、プレイヤーズプレイヤーって賞があって、それは、全選手が、はいはいはい、全選手の中で実際に体ぶつけ合って削り合ってる人たちが選ぶあいつベスト。うん、それがプレイヤーズプレイヤーっていうものなんですよ。うん、それで言うと、俺は歌詞でも言ってるけど、俺はマッチョこそのとプレイヤーズプレイヤーっていうか、うん、ラッパー同じこうビートに乗るってなったら、相当心して書かれないと食われる、うん。うん。だけど俺は絶対に MVP でプレイヤーズプレイヤーの自信があったから、世の中のみんなも認めるし、ラッパーもあいつ一緒にやったらやべえと思わせる自信があったから、そこはしっかり出していこうっていうのは思ってましたからね。そう。だからこの曲って最初にまずマッチョ君がラップするんですよ。で、これがもう割ととんでもないレベルのラップなんですね。うん、あの、人によってはキモいっていう、そういう感じの。ちょっと、本当にイレギュラーなフローですね、本当に。ちょっとギョッとするようなフローでラップをして、わ、すごいなと思って、それに対してじゃあクレバ君がどう次に返してくるのかっていうのはやっぱり聞き手としては楽しみなんですよ。そこでじゃあクレバ君がどういうラップを実際してきたかっていうのを皆さん注目して聞いていただけると、この曲のスリリングさ、そしてみんながなぜこれだけ大騒ぎになったのかっていうのも分かっていただけると思います。うん、アクロバティックなラップだと思うんです、マッチョン。そこにやっぱ正統派で勝負挑んで勝ちに行くっていうか、うん、そんな感じですかね。いやじゃあそんな一曲をクレバさんからぜひお願いしたいと思います。はい。オジロザウルスでプレイヤーズプレイヤーフィーチャリングクレバ。クレバお送りしました。はい。すごい曲になったんですね。この曲ね、ほんといろんなこと聞かれるんで、なんか自分で話してる動画撮ろうかなと思ってるんで、うん、なんかいつか公開するんで楽しみにしててください。ぜひ9月18日、はい、ここでライブで
そうなんですよ。そうなんですよ。で俺14、15武道館でしょ、はい、18これでしょ、はい、大変。うわー忙しい。夏が長い。9月18日横浜アリーナで開催されるオジロザウルスさんのライブに客演ということですから、はい、こちらも合わせてチェックしてみてください。お願いします。